So I just made a G Drive folder so that we can share our footage. See you later. というわけでだな、また買っちゃったクッキーを今ピックアップしてきて、もうちょっとなんか走ってきたんだけど、これまだ箱の底がほかほかであったかいの。なんかね、オーダーして30分後に取りに来てくださいっていうことだったんですけど、実際1時間以上経って取りに行ったけど、あったかい、温めてこう待ってくれてました。嬉しい、いい匂いがもうするから今すぐ開けてがっつきたいんですけど、ちょっとさっき昼からの授業のね、インクラスアサインメントっていうのがまだちょっと終わってなくって、これを、今日の夜中までにポストしてくださいってことなんですけど、ちょっと課題をやって、スッキリしてから食べる、そしてちょっと願わくば外に散歩も行きたい。なんかいろいろ散らかっててごめんなさいね。ちなみにこれはほうじ茶です。ちょっと一旦避けよう。首がもうあかん、もうあかん、もうあかんけど課題終わった。今、今日なんかグループをね、毎回決められるんですけど、でそのグループの子に連絡取ってて、でなんかちょってなんかやって、でアップロードして OK だから、もう一旦片付けます。これはいいか、手洗ってきました。はあ、今何時でしょうか。今7時33分。買い終わったっつってもまだ、明日朝木工の先生となんか1対1のミーティングがあるんや。それに向けてなんか課題、そっちはそっちでまとめないといけない。はい、いい匂い、こちらでございます。今日買ったのがスモアかね、上にマシュマロが乗ってて、チョコレートも入ってんの、贅沢で、まあなんか似たようなもんだけど、あのガッツリチョコレート、あーちょっとなんか柔らかくてくぜそう。はい、なんだっけな、チョコレートマカダミアナッツみたいなやつにしました。ちょっとこのスモア行っていい？ちょっとその前にあのなんか写真とか撮っとく？インスタ用に撮ったんで、こんなちょっとサムネイル用に背景が、あかん背景がごまかせごまかせ、珍しい、なんかあのダイエットコーラとかちょっと飲みたくなって飲んだ。はい、食べます。はい、いただきます。ちょっと今日はガブリといっちゃおう。なんこれ、いつもなんか割って食べちゃうけど、これなんこれ、幸せ。見て、まだね、柔らかくて、この上のマシュマロが、ほら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 、うわお、うん、おいしい、ごめんなさいね、ほんとなんか毎日課題ばっかりで、もうほんと頭おかしくなっちゃうから、頭おかしいとか言っちゃダメだよ。本当ね、なんかね、どうにかなってしまいそうなのでね、もう
すいませんね、時々ちょっとついカッとなってこういうことをしてしまいます。うん、うん、甘いクッキーとほうじ茶っていうのもいいね。はい、じゃあ次、なんか贅沢な食べ方だな、まだね、こんなはい、マカデミアナッツとチョコレートのやつ、これもそのままいこう。なんかすごい柔らかいんだけど、なになになに、嬉しい。あ、これマカデミアナッツだけじゃなくて、なんかホワイトチョコも入ってる、贅沢。なんだろう、なんかクッキー生地チョコレート練り込まれてるけど、なんかさらにさチョコチップがいっぱい入ってて、それがめっちゃ柔らかい、やばいやばい、崩壊。うん、なんかこれシナモンとか入ってるのかな、香りがすごいいい。あ、そう、さっきクッキー屋さんに行く途中も通ったんですけど、あのバーがねあってね、ずっと閉まってたんですけど、なんかこの間の週末すごいあったかくて、その時から毎晩開けてるんですよ。でね、あの、まあ、でもお店の中で飲み食いしちゃいけないから、今ニューヨークは禁じられてるからね、あの、なんていうの、お店のなんか窓をちょっと開けて、その通りに面したね、そこでなんかあのドライブスルーみたいにこうドリンクだけそこで売ってて、でなんかプラスチックのカップね、蓋のないやつとかでこうビールさ生入れて売ったりとか、まあ、カクテルとか、それをさ、なんていうの、あの、まあ、今日もまあまああったかいけど、あの短パン履いたね兄ちゃんとかが、あの普通にカジュアルにさ輪になってこう飲んでんのさなんかあれフェスですかみたいな、そうビールの匂いとかそのコラージュに漂ってて、あのね、基本行動でお酒飲んじゃいけないのでね、ニューヨーク、まあアメリカの多くの場所がそうだと思うんですけど、そうだからこれはええのかっていう、まあお店の人はその打って、その後あの ね、お客さんがどこで飲むかはまあ私たちは知ったことじゃないという話かもしれないけれど、でもその普通に生ビール飲むわなっていう。もうなんか私全然最近お酒飲まないけど、ちょっとあの匂いを嗅いだら飲みたくなった。はい、今日これぐらいにしときます。ちょっとこれからさっと、散歩に行って、でまだちょっと他のクラスのこととかやって、で寝ます。はい、それじゃあ皆さん、また次回、さようなら。